シドニー・ロドリング・ヌクポホブは、フランスル・ピュー・ヤンブレ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションは FW。UEFAU-21 欧州選手権2002では、準優勝している。所属クラブでは、右 WG を担当。敵の DF を置き去りにする抜群のスピードを発揮し、オリンピックリヨンのリーグアン7連覇に多大に貢献。 代表には48試合に出場し、10ゴール。フィファ・コンフェデレーションズカップ2003の対日本戦では、決勝点を挙げている。2006年のドイツ W 杯では骨折で代表を、外れたジブリル姿勢に変わって招集された。準備が間に合わず私服のまま急遽のドイツ入りとなった。代表招集は2005年9月以来であった。ジネディーヌ・時代引退後は、背番号10を引き継ぎ、 2008年には、ドイツ W 杯決勝のリベンジマッチとなった、ユーロ2008予選の対イタリア戦でにゴールを挙げ、勝利の立役者となった。2009年1月14日の練習中に、アキレス腱を断裂し、残りのシーズンを棒に振った。2010年7月2日、契約満了に伴い11年間在籍した、リオンを去りパナシナイコス FC へ移籍した。 しかし同クラブでは度重なる規律違反が目立ち、2011年7月2日に退団した。自身はプレミアリーグ挑戦も考えていたが、3日後の7月5日に母国のエビアン・トノーン、ガイアール FC へと移籍した。2015年6月1日、PDL の FC マイアミシティチャンピオンズに加入した。2016年よりディビジオン・ド・ヌールの FC リモネ。 サンディディエ加入し母国へ復帰した。ありがとうございます。